どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回の曲は岡本真代さんのトゥモロー、涙の数だけ、この曲です。やっちゃいましょう。はい、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様の方にもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はあの独特のリズムだっダツダツと軽やかなステップみたいな感じでね、そのリズムを使ったかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、思い入れのある曲、カラオケや行ったり、ね、歌ったり CD 聴くのもいいですけれども、楽器と一緒に弾く、歌う、この弾き語りっていうのがね、もうこれ最高に楽しいんでございまして、皆さんもぜひやりましょうということでございますが、楽器は苦手ですとか、もうやったことないから無理無理という方が多いんですけれども、ウクレレさんだったらもうすぐできますよ。ウクレレさん弦も4本しかないんでね、まあ簡単なんです。簡単でも簡単なだけじゃないです。始めたら分かりますけど、奥もすごく深いんで、ずっと続けられる、本当に面白くて楽しい、パートナーになってくれると思いますので、ぜひ皆さん始めてみてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もう少ししたらこの辺にリンクを貼ります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私できちゃったってすぐになります。でこれ YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでね、ちょっとした隙間時間でもできる、無料で。皆さん音楽始めましょう。じゃあここにリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためてきたウクレレレッスン動画、ありとあらゆる音楽のウクレレレッスン動画がもう800曲近くアップロードされております。最新 J-POP、定番の J-POP、昭和の夏メロ、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、演歌、何でもウクレレで簡単にやっちゃおうみたいな感じです。さっきのリンク先のところに行くと検索できたり、ジャンルボックスの中から探せたりなってるようになってますんで、ぜひ行ってお気に入りの曲どんどん音楽しちゃいましょう。それでは行ってみましょう。岡本真代さんのトゥモロー。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルト咲く花のように見るもの全てに怯えないで、明日は来るよ君のために。トゥモロー、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のショートカットバージョンで1番をやってサビ、2回繰り返したというオリジナルバージョンでございまして、2番3番やっていくとオリジナルの、原曲の尺でできます。でコード進行は一緒ですから、どん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 コードはそのまま2番3番で書き足してオリジナルの
ノート作ってみてください。でテロップと一緒にできるようになった方もこの自分でノートに書いてそれを見ながら自分だけでやってみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見ていただきたいと思います。まずこれサビから始まるんですけどね、この結構こうワンブロックに2個入ってどんどん進んでいくんで、コード進行は思ったより忙しいですね。でここの2行だけはこう伸ばすって感じでやってみますと。でいつものこのノートの読み方なんですけど、くるっと囲って下に書いてあるやつは後半やるかっこいいバージョンでやるコード進行です。ちょっとだからコードが増えてワンブロックに4つ弾くということで難しくなってきますけれども、まあこれもちょっと頑張ればできるやつなんで、はい、そんな感じのこのこれをですねこう一時停止でメモってくださいということでございます。ここもね感想ですよ、 ここね。でここが一番の A メロですか。ここもこう書いてある下にね、はい、後で解説していきます。いいですか。まあ、もし分かりづらかったらテロップを一時停止して書いていくのもいいと思います。でここ B メロからまあサビ、はい、一時停止ですか。はい、で最後2番のサビがここに加わって、で最後こうエンディング繰り返してもう一回この間奏ね、間奏とここですよ、ここのここか、この間奏のコード進行やって終わったというのが今のガズレレショートカットバージョンでございますと。はい、でちょっと今日場所なくなっちゃったんでアルファベットですけどコードの解説アルファベットだけになっちゃいました。 CAm、Dm、D7、G7、E7、Em7、はい、これはこれです。ガズレレ必須コード、ガズレレ必須コードオールスター勢揃い、これは一応全員集合になりました。このガズレレ必須コードというのは皆さんウクレレで音楽をやろうと思った方コードを覚えなきゃいけないんですよ。で本当は星の数ほどコードがあるんですけど、まずはウクレレにとってものすごい仲良しで親和性のあって便利なコードのグループを覚えましょう。その総称としてガズレレ必須コードと言っております。10個ぐらいあると考えていただいていいんですけど、10個もあるのかと思うでしょ。でも1個ずつ見ると指1本だったりとかするコードがいっぱいあって簡単なんです。簡単なんだけど10個ある、10個も覚えるの大変かなと思いますよね。大丈夫です、安心してください。私がもうスッと頭に入って覚えられる方法を、コードの覚え方の動画をねここに貼っておきます。この必須コードはこの動画で分かりやすく楽しく覚えてください。はい、で今日はコード の解説は省きます。さっきのここのリンクのところでちょっとお勉強してください。一応入門コードですから、必須コードですからね。じゃあこのコードを使ってやっていきます。今のはワンブロックに4つずつ弾いたシンプル簡単バージョン、ここで思いっきりこう歌をマスターしてから、じゃあこっからです、次の、かっこいいバージョンの領域に入っていこうと思うんですけど、こっからガーンとこうレベルがちょっと難しくなります。まずねコード進行は同じなんですけど、さっきも言ったんですけどワンブロックに4つコードが入ってくるっていうブロックが増えます。ここもそうだし、ここもそうだし、この辺ちょっと急にコードが増えてきますね。こういうところちょっとテロップで要注意、要チェックしておいてください。でまずリズムの解説からいこうと思うんですけど、ちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、 A メロ B メロ間奏 A メロ B メロは8ビートのチャプラスカッティングって書いてあるんですよ。はい、8ビートのプラスカッティングで、ちょっとこの曲なんですけど、曲の中でこの見てください、 CG7Am、 例えばこう CG7AmEm7、 A メロの一番最初の突然会いたいなんてでこれ解説すると、このなんていうのか、ちょっと見ててね、こういうリズムなんですよ。突然会いたいなんて、ちょっとこれ早いでしょ。8ビートが2回入るって感じ、 C で1回ジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャンジャ、こういう風に入っていくと覚えておくと、ちょっとだから倍で取るっていうイメージですよね。はい、で基本的なリズムはこの8ビートのチャなんですけど、ってこういう風に思うじゃないですか。これでももういいんですけれども、カッティングっていうのは突然タッタッツンタッタッツンタッタ、こんなリズムにしようと思います。もう一回このね A メロの最初のところやってみますよ。突然会いたいなんてツンタッツンタッロックっぽいイメージの疾走感あるやつで、ワンブロックにだから 1,2,3,4,5,6,7,8 っていうカウントになるんでちょっとややこしいですけど、突然ダッツクダドンダッツクダツンダッツクダ、はい、このリズムを8ビートのチャプラスカッティング止めてるんですよね。ドンダッ左手で、はい、ここでピッと止めてる、これをカッティングと言います。なんでちょっとこれ難しい、ちょっとカッティング難しいという方は、突然会いたいなんて8ビートのチャで疾走感満載でやってもらってもいいと思うんですけど、今回のデモ演奏は8ビートプラスカッティングのリズムでいきたいと思います。はい、でそこがね、間奏から A メロ B メロやって、
サビに行くとですね、どうなるかというと、頭打ちになります。頭打ちのカッティング。こんな感じです。涙の数だけ、ダンツク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 、この頭打ちっていうカッティングのリズムで、ダンツク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 、テロップでも書きましたけど、涙の数だけ強くなダンツクダンツク、こんな感じでいこうと思います。これは結構ね、カッティングという要素が入ってくると難しくなりますんでね。はい、そういうわけで、一応リズムとしては、8ビートのチャとカッティング、この2種類ですね。頭打ちの方はダーツクダーツクなんで、カッティングということでいきます。はい、この2つの弾き方の解説をここに貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画とカッティングという動画、それぞれ動画が上がってますから、そこで練習してみてください。で、8ビートのチャはあんまり関係ないから、8ビートとカッティングかな。まぁ、ちょっと組んでください。うん、チャッチャッ、うん、ダッツクタッ、うん、ダッツクタッ、うん、ダッツクタッ。はい。このリズムでやってみると思います。サビはね、このダッツクタッツクタッだけ強く、これはね、速くならないようにエンジンブレーキをかけながら、ダッツクタッツクタッツク。このどっしりした感じが出るといいと思います。あと、キレとしてはですね、この間奏の最後のところで G7 でダッ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 、ここもカッティングで止めていこうと思います。決めですね。あともう一個の決めは、サビに行く前のこれですね。G7 で、さっきはシンプル簡単バージョンここ伸ばしたんですけど、ここ G7FCG7 ダー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 ってダイナミックに4つ弾きで、で、サビに突入というふうに。この辺のちょっとこの押し引きって駆け引き、決めでこう盛り上げたりする。この辺も入れていきましょう。さあ行きましょうか。トゥモロー。岡本真代さんのトゥモロー。ガズレレ流。かっこいいバージョンやってみる。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。さんのトゥモロー、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ちょっとカッティングが入ってね、こうやっぱりこうキレが出てきて、この スキップするようなこうなんつうの、元気度がアップするかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと難しいかなという方は8ビートとか8ビートのチャで疾走感満載バージョンでやるのももう全然かっこいいと思います。で、この曲はやっぱり応援ソングですから、やっぱりなんていうのかな、まあ、自分も含めてこういうなんかまだまだやろうみたいな、そういう元気度がね、この曲はポイントになると思います。はい、暗い顔してる歌う曲じゃなく、元気いっぱい行きましょうということで、音楽で盛り上げていきましょう。ありがとうございます。はい、ガズさんですけど、このちっちゃいウクレレ持って日本中イベントで飛び回っております。そのイベント情報の最新情報と、あとはこのウクレレに関する情報、あとは、ね、本をいっぱい出してます。はい、
本に関する最新情報ガズレレ情報、この後ちょっと動画でご紹介動画を貼っ付けておきますので、お時間ある方もない方もご覧になってください。本日は見ていただいてありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけでまずはですね、ガズレレホームページガズレレ .com、こちらの方を皆さんにシェアしたいと思います。ここにリンク貼っておきますので、まずここチェックしてください。大体のことはここに書いてあります。さあ、イベント情報いきましょうか。イベント情報、いよいよもう10月、明日から10月に入ります。10月はね、九州行きます。10月27日、イオンモール、熊本、九州、熊本行きますよ。ちょっと10月後半でね、まだちょっと時間ありますけど、はい、そう待ってます。その後もちょっとずらっと書いておきます。11月11日は、東京で、錦糸町、シルクロードカフェで、11月11日はガズレレの日のイベント、これもチケットあとちょっとしか残ってないんでお急ぎください。あとはまたこちら、あと11月16日は初登場宮崎に行きますよ。これもイオンモール島村垣さんのイベントで、やりますんで、その辺のこともちょっと網羅しておいてください。まだ来年もどん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 イベント増えてきますんで、よろしくお願いします。イベントはもう本当に楽しいで、10月はですね、実はこのウクレレに関するクラウドファンディングの返礼でベトナムに行ってくるんですよ。このサポートご支援していただいた方と一緒にベトナムツアーにやっていきます。その報告もちょっとしていこうと思いますので、お楽しみにしておいてください。というわけで、このウクレレのことなんですけど、今もう現地ではバンバン制作しておりまして、年内中にサイトを構築して、これを受注生産できるように、どん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 皆様の手にお届けできるように、進めております。これはいいウクレレなんですよ。ぜひ皆さんの手にも届いてほしいなと思ってます。ちょっとフォローで、もうちょっと見といてください。あとガズさん、はい、この辺ね、今大ヒット中です。ビットミュージックから出てる100曲入りのガズソングブック、ぜひ皆さんお手に取ってください。とにかく簡単で100曲入ってる。これでみんなで歌う。こういう豊かな音楽人生、どんどんやっていきましょう。ガズレレ、ほんと これからの動きね、ちょっと要チェックですね。フォローしといてくださいませ。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。